続いてはポッドキャストでも配信しています大竹メインディッシュ本日のお客様です、うん、著書崩壊する日本の公教育が集英写真書から発売中です、はい、研究、うん、あごめんなさい教育研究者、うん、鈴木大悠さんですはい、うんはいえー、こんにちは,こんにちはよろしくお願いしますなんですね今日今どちらにいらっしゃるんですか、うん 高知県の土佐町というところで四国のど真ん中ですね、はい、中山間地域ですどんなご様子ですかお天気どうですかさっきまですごい天気だったんですけど、うん、今曇ってきましたねはい、はい、どん綺麗に山が見えてますえっと今日は崩壊する日本の公教育というご本を紹介するんですがね公教育、うん、公の教育と書いて、うんはいね、公教育ですね、えー、だけども今鈴木さんは 高知県の土佐郡土佐町、うん、土佐町と言います土佐町という山間,山間の限界集落に移住していらっしゃるまあ限界集落でもないんですけども、はい、まあ、うん、人口3500人たらすの町ですそうですね、はい えちょっとなぜこうなったかの辺のこうちょっと略歴というか紹介させていただいてよろしいですか。お願いします。ええ16歳の時に思い立ってアメリカの高校へ留学を決意。そのままスタンフォード大学教育大学院で。 博士課程を終えて、うん、一度日本に戻ってきて通信教育で教員免許を取って、うん、千葉県の公立中学校で6年半の教師生活を終えてその後にフルブライトでいいんですか小学生としてコロンビア大学大学院の博士課程に再留学、うん、そして今は研究の成果として まとめた本の出版を機に土佐の土佐町という町にいらっしゃる。そういうことですよね。そうですね。あのスタンフォードの方は修士の方です。博士、うん、ではなくて。あ、ごめんなさい。そういう。ことんで,でもないはいはいはい。土佐町へ移住したきっかけとは。 そもそも2016年に自分のアメリカでの研究の成果として公開するアメリカの公教育日本への警告っていう本を出版したんですね。でアメリカで起こっていることっていうのは確実に日本でも起こりつつあるってことは分かっていましたので出版とともに日本に帰ってきてそれで講演活動をしようっていうふうに決めてました。あとは やっぱりあのいわゆる新自由主義って言われる、うん、あの物金に支配された、うん、あの世の中で、うん、あの新しいその教育っていうものを考えるときに、うん、その幸せの価値観の多様化、うんうん だとか、うん、成功の道筋の多様化っていうことを考えないことには、うん、あの新しいアンチテーゼってのは出てこないんじゃないのかなと思ってて、うん、で、それは都会からはなかなか難しいんじゃないかっていう風に感じていました。なので、あのそうですね。あのお金では買えない豊かさに満ちている。うん、こういうところから、新しいモデルを、うん、あの想像していけたらいいなっていう思いで来ました。うん、あえて都会を避けて、この土佐町に。 やってきた。そうですね。ニューヨークが人口八百五十万人ですからね、はい。すごい落差ですね。<laughs> はい、えっと、五本のタイトル。崩壊する日本の公教育という。このタイトルですけどね。うんえっと、何か誤解されるような。ことが多い。ん、ですか。そうですね。うん、あの、昨日出たばっかりなんですけども、はい、その、うん、まあ。 8年前に出した崩壊するアメリカの公教育を出した時に、うん、その多くの 人から自分もアメリカで公立学校行ってたけども素晴らしかったよっていうふうに言われたんです。自分が言いたかったのはそういうことではなくてアメリカの公立小中学校が全て悪いとか日本の公立小中学校は全て悪いって言ってるわけではなくてそもそも公っていう概念教育っていう概念そのものが崩壊を起こしつつあるっていうことを言いたかったんですね。なので あの別に日本の公立学校がどれほどダメかっていう批判する本ではなくてなんでこれほどまでに日本の子どもたちや教員が今学校で息苦しい思いをしているのか、うん、その息苦しさの正体に迫ろうっていう本です。うんはい、公というのは本来どんな意味で使われててて何を大切にしてきたかっていうのをもっと詳しく知るべきだっていうことですもんね。 そうですねそ,の、まあ、そもそもその公教育って言った時に我々日本人の公教育のイメージって日本の公立の小中学校だったらどこに行ってもさほどそれ相応の教育は得られるっていうそういう前提があると思うんですけども実はそうではなくなってきてるよっていうことですね。その本来であれば その教育えっと、経済格差を是正するはずの公教育そのものが経済格差を再生産するようになっていないかっていうことですね。んか本の最初の方で公教育の説明の前に花火大会についてもご説明されてますよね。そ,ねうん、それで何か例えがよく伝わるうですあのー。 そうですね。その8年前に出した本の初めにで実は同じこと書いてるんです。うん、あの、自分が、えっと、育った千葉県千葉市で、千葉市民花火大会っていうのが戦後からずっと続いてきたんですけども、はい。あの、自分が幼少期の頃、うん、あの、家族4人で、うん、あの、真夏の暑い中、あの、荷物を持って、うん、あの、3キロぐらい歩いてしんどい思いをして、うん、浜辺の特等席に行って、うん、それで、 本当に大きな頭上に降りかかってくるようなあの素晴らしい花火を見た記憶がまだに鮮やかに残ってるんです。はい、で、うん ただ、その昔は早い者勝ちだった、その浜辺の特等席っていうのが、いつからか有料化されて、A 席、B 席、C 席とかっていうふうに分かれてるわけですよね。うん、なんかコンサート会場みたいになっちゃいましたよね。まさに。そうなんですよ。で、あのその流れっていうのは、じゃあ近年収まってるかって言ったら、逆に加速してるんですね。で、あの、昨年なんかは、その千葉市民花火大会も、もう、 チケットを持ってない人は来ないでくれっていうふうに、はい、あの、はい、ウェブなんかでも言い始めたんですね。うん、で、何を意味してるかといったら、やっぱり昔は買うようなものでもなかったものが商品化されて、うんうん、それで行政がそれをあの元に公然と、あの、うん、まあ、 市民を差別化して、多くの市民を排除しているていうことなんですよね。で、実はそういうことっていうのが、他でも千葉だけの話じゃありませんね。もっと話題になったのが、昨年の琵琶湖大花火大会ですね。観客席も5万席にして、それだけじゃなくて、高さ4メートルの目隠しフェンスを作ったんですよねそうでしたね。 でそれに対して地元の自治連合会が大反対をして、反対決議の中での決行だったわけですよね。でもあの、その地元の自治連合会長が言ってましたよね、うんあの、この壁が人々の気持ちを変えてしまうんだって。うん 結局そのフェンスの小さな穴からみんな群がって見てるわけですよね、はいで。きっと大人たちは来年は自分は絶対にあのエグゼクティブシートに座ってやるんだっていうふうに思うだろうし、うんうん、あの子供たちは自分が大人になった時には絶対兵の中で見るんだっていうふうに思うでしょうね。うんうん でただ、あの、僕は本の中でも何回も、あの、引用する、MIT の名誉教授のローム・チョムスキーっていう人の言葉があって、はいはい、民衆を受け身で従順にする賢い方法は、議論の範囲を厳しく制限し、うん、その中で活気ある議論を奨励すること、っていうことを言ってるんですね。はい、で、例えば、あの、今の例で言ったら、うん、その、傍聴する花火大会の経費をどう賄うのか、 っていうのが議論の枠組みですよね、うんうん、で、アーダのコーダの活発な議論を強いられていろいろアイデアを出すわけじゃないですかでもそもそも問われてないのは、うん、じゃあ花火大会ってのは誰のものなのかっていうのは問われてないんですよねであのなんでお盆の時期にあるかと言ったら、うん、死者の慰霊のためですよ はい、ねえ千葉市民花火大会だって戦後、うん、あの復興に明け暮れてた市民の憩いとなるためにっていうふうに作られたイベントなんですね。はい、だからその通りですね。うんうん、そもそもあの採算の取れるものではなかった、はい、でしかも買うようなものでもなかった、はい、誰のためって言ったら死者のためですよね。うん、それがいつしか あの稼げる商業イベントへと転身してったっていうことなんですよね。ただあの、そうやってそのかつてはその、ね、商品でなかったようなものをお金を出して買うようになって、うん、平等の権利を主張していた市民だった人たちが、改装、うんうん、化されて消費者として市場に飲み込まれていくということだと思います。つくこととでやはり優越感とか、はい なんかこう希望みたいなのを感じちゃってるのが問題な気がします。そうですね。みんなそうなんですよ。あのそこを目指しちゃうんですよね。うん、いいでしょ。って。だそうそう。リスペなんだよとか。そうそううん そうやっぱりでも振り返ってみたら、うん、あのどれだけ自分たちの心の中にもそういう価値観が染み込んできてるかっていうことだと思うんですね、はい、だから多くの大人たちはなんとかしてその競争社会の中で上に行こうとするし保護者もそうですよね、うん、なんとか子どもたちをこの競争的な格差社会に適応させようと頑張っちゃうわけですよねでもそうやってそもそもみんなのものであった、うん ものを消したとして奪い合う、うん、競争し合うことによって、うん、いわゆる公やけ、うん、パブリックって言われてた空間がどん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 小さくなっていくってことだと思います。で、それはこう、うん、教育でも起こってるよねっていうことですね。うんうんはい、あのー、これはあのー、まあ今この新自由主義っていうんですか。うん、はいはいその波があ市民にまで行き渡ってきていると。 いうことですよ、ねはいはい、えー、それはこうアメリカなんかに長い間いらしてアメリカの公教育なんかを見てるとまあその今あのアメリカの公教育の何年後かは、まあ、日本の公教育にそういう波が押し寄せるだろうというふうに鈴木さんは想定してらっしゃる。 もう怒っていますね。ねもう怒っている。うん、その、はい、本当のアメリカ側の。公教育っていうのは。今、どんなふうになってるんですか。まあ、うん、えっと、僕ずっと言ってきたのは、その。 アメリカの新自由主義教育改革は日本の,、うん、あの30年先を行っているって、はい、でただそれに対する抵抗運動、うん、市民の抵抗運動も30年先を行っているっていう,うに言ってきたんですね。うん、で何が起こってきたかといったらそれこそ使い捨て労働者のようにされてきた教員が、うん、あのやっぱり疑問を持ち始めて。うんで 本来であれば分断されてしまう親や生徒と、うんえー、手を携えて、うん、あの市民運動を起こしてきたっていう経緯があります。で、はいうん、あのまあ2012年にえっと全米第3の学校区であるシカゴで、うんえー、教職員ストが起こったんですね。はい、で、それが全米に衝撃をもたらしたんですけども、うん、何かと言ったら。うん 本来であれば一番困るはずで、あるはずの、その、親や生徒たちが先生たちと一緒に立ち上がったっていうことだったんですね。はい、で、あの、そうやって、えっと、 教員がそういうふうに立ち上がったことで、他の、例えば看護師だとか、消防士だとか、そういう人たちが、一緒にそのストを支えたんですね。で、その教員ストのノウハウっていうのを、他の産業の労働者たちが学んでいって、今ではその教職員組合ストが発端になって、昨年なんかはアメリカの自動車業界の労働者がもう大、 あのストライキを起こしてましたね。うん、各地で、はいはい、で、そういうふうにして、うん、そのやっぱり使い捨て労働者とされてきた人たちが、うん、いや、これじゃいけないよねって、うん、これ、子どもたちのためになってないし、うん、っていうことで立ち上がってって、自分たちの、うん、あの、まあ置かれた、うん、あの環境を問い直していったっていう経緯があります。うんうん、今、その教員の人たちがストをするほど、その求めていた最大のものってなん。 ですか一,一言で言ったら、やっぱり子どもたちのより良い教育だと思います、うん、もしそれが自分たちの労働条件の改善だけだったら、うんうん、親や生徒はついてこなかったと思うんですね。うん、でも、うん あの実はその教員の労働条件っていうのは子どもの学習条件であると、はい、子どもたちにとって学ぶ環境がこれあまりにもなってないよねっていうところで手を組めたんじゃないのかなっていうふうに思います、うん、結果としてどうなりました今現在はあの先ほどちらっと言ったみたいにその教員組合 教員ストっていうのが火種となっていろんな業界にそれが飛び火して労働条件の緩和だったり労働条件が良くなったりそれが教育業界ではやっぱり子どもたちの学習条件整備っていうところにつながっていったんですね。日本はそそううななれさですか今先生の立場があまりにも弱い 弱いでですすねそこなんですよ、うん、あの僕がやっぱり一番危惧してるのはそこで、うん、あの自分、えっと、アメリカで大学に行った後に日本に帰ってきて公立中学校の教員になったんです。うんはい、で、なった時からもう6年半教えてたんですけども、うんうん、保護者にも聞かれたし生徒にも聞かれたし、うん、同僚にも同じ質問されたんですね。うんうん、何だと思います会う人、会う人に同じこと聞かれたんです。 アメリカまで行って、こう、いろんなが、ものを身につけて。帰ってきたのに、あ、あなた教師になるんですかっていう。そういうことですね。そう、なんで教員なんかになったのっていうことですよね。なんかには失礼ですね。やっぱり、その背景には、あの、日本において、その教員の社会的地位の低さっていうものがあると思うんです。で、ただ。 あの、フィンランドなんかに目を向けたら、うん、高校生の間での人気ナンバーワンの職業が教員ですよ。うん、みんな教員になりたいと思ってる。そ,それって健全な世の中じゃないですか。教員になるのが難しくて、うん、でも給料も良くて、うん、先生たち楽しそうでって。うんうんうん <で>うん、リー・アイア国家っていうあのアメリカの車産業の伝説の経営者がいるんですけども、はい、彼が言ってたのは心理理性的な社会では最も優秀な人間だけが教員になれて、うん、他の人間は別の仕事で我慢するしかないって、うん、僕ねそうかもしれないですねうん、うんうん、本当にやっぱり子供にとって一番身近な他人ですよね他人の大人。うん 大人社会とのある意味窓口じゃないですか、うん、でその大人たちを尊敬できない社会で本当に立派な子どもたちが大人が育つんだろうかって思いますよね、うん、だからやっぱり教、うん、教員ののの社会的地位の向上ななしにはは真の教育改革はありえいいと思います、うん、学校の先生がそうおっしゃってるんだからそうしなさいっていうふうに言われて育った世代なんで, <laughs> で今の先生の、うん その立場の弱さには本当に驚かされます。うん、そうですよね。だから昔は学校で先生に先生に殴られたなんて家に帰ってきていったら家でも殴られるような感じだっ、はい、<laughs> たのよないってなりますもんね。はいはい、大竹さんよくわかりますよね。うん、はい。まあよく当たされてましたからね。でも当たされてたんだ。 はい、今はやっぱりその新自由主義の世の中でどうなってるかといったら、教育っていうのも、個人に対する付加価値的な投資になって、お金を出せばあの市場で買える商品になる、うんで、子供は将来の労働力になる、はい、じゃあ学校と教員どうなるのって言ったら、教育という商品を提供するサービス提供者ですよね、うんはい、で子供と親はじゃあどうなるのかって言ったら、消費者ですよ。うんうん じゃあ教育委員会どうなると思います、うん、教育委員会は、えっとはい、学校と教員がサービス提供者、うんはい、子供と親が消費者、うん、教育委員会どうなるでしょうなんかサービスのコーディネーターみたいな、うん、<laughs> あいい線いってますね、うん、クレーム受付係ですよ カスタマーサービスですよ。はい、教育委員会に訴えてやるっていうこと聞きません、うんはい、ねえ言われる。打てるもんなら打ってみろって教育委員会に訴えてやるって。そうです。うん、でそんな中今日の学校がと,、うん、とんでもないジレンマを抱えることになるんですね。うん、何かと言ったら お客様を教育しなければならないっていうジレンマを抱えるんですよ。はいはい、だって、学校は教育をする機関っていうのは変わってないわけですから。うんうん、ただやってくるのが生徒じゃなくてお客様なんですよ。うんうん、どうします？はい、い、まあ、要するに。もう教育の場でももう選別が行われていて、ね、そこでなんかこうまあ、力のある者たちだけがこう。選別されていくとそうでない。者たちは。 まあなんかこう学校格差みたいなことがこれから先に起こってきてその中で生きていくもう起こっていますねあの、うん、これ2016年の記事なんですけども、はい、朝日新聞で、うん、その階層化する、うんえっと、都市部の公立小中学校の実情みたいなそういう、はいえっと、記事があったんです、うん、何かというと ブランド小学校って聞いたことありません。ブランド小、聞いたことあります。制服がブランド。はいか。アルマニ標準服とか話題になりましたよね。で、今や、ブランドの公立小学校、公立中学校ってものがあって。その周りには、高層マンションが立ち並ぶんですね。はい。なぜかと言ったら、子供の進学を転機に、あの、住宅を買ったり、マンションを買ったり。転居したりする人が多いから。はい。要は。 私立に入れるぐらいだったら、うん、ブランド公立小学校に入れれば、うん、ブランド公立中学校にも行ける。うん、そしたら、ブランド高校にも行けるっていうふうになってて、じゃあ、うん、そういうふうに、ブランド小学校やブランド中学校があって、高層マンションが立ち並んだら、うん、それが周りの経済に影響を与えないはずがないんですよね。ね、うん、高級志向の店がどんどん増えていって、はい、低所得者が排除されていく。はい、格差ができて、公は死ぬ。はい まあ、そういうことですね。だからもっといえば、教育の商品化っていうことになり,ま、ね、その通りですね、うんあの。アメリカなんかではよく言うのが、あの子どもの教育は郵便番号で帰って、要はどこに住むかで。なるほど うんね、郵便番号で変えあの中にもね、うん、ありましたもんね、うん、教育は郵便番号ででも実際には都市部では日本でもそれは始まってますよっていうことですよねああ不幸な時代がやってきますねこれどうしたらいいですか、うん、まず まずはやっぱりあのさっきあの、ねうん、この壁が自分、うん、あの人々の心を変えてしまうっていう風に言ってましたけども、うんはい、やっぱりこの,あの今の自由主義的な価値観が一人一人の心の中に染み入ってて、うん、その私って っていう人たちが、うん、みんなでこの親子主義的な社会を支えているっていうそういう、うん、あの自覚が必要だと思います。ああなので例えばあの人々があのやっぱりこの窮屈な社会に、うん、その子どもたちを最適化させようっていうんじゃなくて、うん、この社会おかしくないっていうふうな問いから始まるんじゃないのかなっていうふうに思います。うんうん、格差の中にあるって自覚しないとですね。 そうですね。鈴木さんの著書崩壊する日本の公教育。集英写真書から発売中です。大竹メインディッシュ本日のゲスト鈴木大祐さんでした。ありがとうございました。うしたどうもありがとうございました。お,からお送りしました。